野人とは未確認動物の一種。雪男やビッグフットと同様に人間に近い体格で二足歩行をし、なおかつ体表がけに覆われているという外見的特徴を持つとされる。このため現存するエンジンあるいは現人ではないかという憶測がなされている。目撃報告は中国、特に湖北省新農家地区に多く見られている。ただし、 捕獲や射殺をしたという伝聞は残っているものの、実際に生物学的な検証が行われた例は知られていない。中国科学院が新農家地区で過去に学術調査を行ったが、野人を発見することはできなかった。中国、湖北省で野人を追う研究団体ウムラが世界中から新たなメンバーを募っている。また、 目撃証言も信憑性の低いものが非常に多いと、される。現在では、既存の猿の誤認、狂言説が有力。中国での野人目撃談は、日本のテレビ番組や雑誌でもしばしば取り上げられ、日本では一般に通用する言葉になっている。このため、伝えられる野人の特徴を持つ人に対して、野人というニックネームをつけることも行われるようになった。このニックネームを持つ、 有名人として、新日本プロレスの中西学部、サッカー選手の岡野正幸が挙げられる。ありがとうございます。